はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語文節の働き丸さんをお送りします。で、前回までに主語、述語、修飾語、ここに書いてあるこの3つだねが終わって、あと接続と独立が残ってるんですが、それは詳しく説明するってよりもそれも含めた問題をね、今回取り上げてそこで説明していこうと思います。なので今回は全部で問題が12問です。で、12問っていうか、こう線が引いてあるので、それがこの中の何語なのかをこうね、当てていくと、そんな感じの問題になっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、こう説明しながら問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番の方から問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあさっきも言ったように、その主語、述語、修飾語、接続語、独立語と、その中から、まあ、このね、赤いとか女性がどれに当たるのかっていうのをやっていきます。じゃあ行きましょう。で、どうしようかな、まあいっか、1番からね、こうずーっと流れでやっていきます。ではまず赤いですね。赤いマフラーをした女性が前に座る。で、もちろんこういう時はですね、探しやすいのから探しても OK です。今回はちょっとね、1番からやっていきますけど、で、個人的には主語、述語はやっぱり探しやすい、すごく。だからそれを優先的に探してもいいと思いますね。では今回まず赤いですね。で、赤い、まず答えから書いてしまいます。で、これね、ちょっと全部書くとめんどくさいんで、頭文字の漢字一文字だけでちょっと許してください。で、1番は就職語です。赤いはだから主だけちょっと書かせてもらうね。就職語で、なんで就職語かっていうと、これ赤いマフラーなんだよね。つまりこのマフラーを詳しく説明しています。だからごめんね失礼しました。赤いは就職語になると。で、もちろん今回は聞かれてないですけど、もっと詳しく言うんであれば、これは連体就職語になります。なぜならマフラーが物の名前だから、体言だよね。その物の名前、体言を就職してるんで、連体就職語になるようなぐらいに思ってくれればいいです。そこまで解かなくていいからね。で、次、女性が前に座るです。ほにゃららが、つまりこの話の主人公だよね。女性が座るんだもん。だからこの女性がっていうのは主語になります。いいかな、主語で、女性が座るんです。その人が何をしたっていう部分を表しているのが座る。つまりこれは述語になります。で、縦のラインでね、赤青の交互でいこうか。次ここ青で、ここ赤っていう感じで解いていこうかね。で、ちなみに今こう就職語、主語、述語とやりましたが、ここまで聞いて、あ、何言ってんだってね、思う子は、ぜひですね、この1個前、この文節の働き、丸2、丸1で、主語、述語、就職語、詳しく説明してますので、もし時間があればちょっと振り返って見てみてください。そっちの方がね、吸収しやすいと思います。では、次。うん、もう大丈夫だよっていうね、そのうんの部分です。で、これはもう答えから言ってしまうと、これ独立語になります。じゃあ独だけ書かせてもらうね。で、独立語っていうのはもう言葉のそのまま、独立してる言葉、ちょっと変わった言葉なんです。いい、ちょっと変わった言葉で、これもね、感覚でね、言ってしまって申し訳ないんですけど、例えばうんとか、あらとか、いいえとか、いいえそうじゃないよとか言う時のいいえとか、そういったものが全部独立語になるんです。いいかな。で、しかも独立語の中でもね、何種類かあるんだよ。感動とか、呼びかけ、応答、提示なんていうのもあるんですが、まあ、そこはちょっと今回取り上げないですけど、一つこの、うんっていう、その返事してる感じですよね。これは独立語になります。俺はね、独立語を覚えてしまってたので、ああ、こういうの独立語だよねって覚えていくと、これね、感覚で解けるようになる。あ、ちょっとこれ変わってるやつだな、みたいな感じで。いいかな。で、次、試合に負けて悔しい、だからまた頑張ろうという文。で、まず悔しいからいこうか。で、これはほにゃららで、こ、悔しい、ほにゃららでこうなったっていうことを言っているので、これは述語になります。でね、述語っていうのは基本的に文の最後、つまり句点だよね、丸の前に出てくるのはほとんど述語になります。基本的にだから前に座る、だからここも述語とかね。試合に負けて悔しい、これが述語。そして、だからまた頑張ろう、このだからは
初登場ですね。接続語になります。で、接続語も、まあ、言葉のまんまなんですけど、接続する言葉、これはある文とある文を接続、つなぐ言葉がメインになる、基本的には。で、今回も試合に負けて悔しいって、それとまた頑張ろうっていうのをだからでつなげてるでしょ。なのでこれ接続語です。で、あとはそしてとか、そういうのも接続語になる。でね、このタイプは見つけやすいんですよ、接続語って。で、次です。晴れたので散歩に行こう。いいね。晴れたので散歩に行こうです。で、この晴れたので、これも接続語なんです。で、これはですね、ほにゃららなのでっていうのが接続語と覚えてもいいんですが、これもともと、ここね、文と文つなげてないじゃんって感じがするんだけどね。晴れたっていう言葉。で、晴れた、だじゃなかったね。これはちょっと、まあ、ここはなのでにしちゃおうかな。のが分かりやすいかな。まあ、だからでもいいんですけど、晴れた、なので散歩に行こうっていう、晴れたっていう言葉と散歩に行こうっていう言葉をつなげてるんだよ。だからこれ接続語になる。いいかな。で、もしこのさっきの前の問題が、試合に負けて悔しいからまた頑張ろうとか、悔しいのでまた頑張ろうになってたら、悔しいのでの部分も接続語になります。いいかな。まあ、こういうタイプの接続語もあるので、接続語もあるので覚えておいてください。では次、黒い絵の具が少し足りないです。じゃあいきましょう。まずこれ絵の具が、まあががね来てるので、もうこれは主語です。あ、はい普通に下に書いちゃった。こちらね、主語になります。黒い絵の具が少し、あとは少し足りないんですけど、この少しっていう言葉は、ここの足りない、これを修飾してます。普通だったら黒い絵の具が足りない、まあ、もっと言うと絵の具が足りないでも言葉は通じるなんか。でも少し足りない、足りないをもっと詳しく言ってる。ただ足りないんじゃなくて、ちょっと足りないんだよっていうことを言ってるからね。だから足りないっていう言葉を修飾、詳しく説明してるので、この少しは就職語になります。で、もっと言うと、足りないっていうのは物の名前じゃない、つまり用言なんです。だからこれ少しは連用就職語になります。ではラスト3つですね。3年前、それは私の姉が結婚した年ですというね、ちょっと長い文で、まずこの3年前、これね、もう言っちゃいましょう。消えちゃうかな。これ独立語になります。まあ、ちょっと特殊ですよね。何かのこのカテゴリーに入らない。なので3年前、これも独立語になる。で、それは私の姉ですね。で、私のはこれ姉を就職しています。まあ、文節で分けるなら姉がを就職してるね。こっちまで伸ばしとこうか一応。まあ姉でいいと思いますけどね。なので、普通に、それは姉が結婚した年ですでもわかるんだけど、私の姉と姉を詳しく説明してるので、私のは就職語になる。で、もっと言うと、姉っていうのは物の名前に入るので、これ体言です。だから、連帯就職語になる、これはね。で、最後、結婚した年です。これも、年、これを就職しています。いいかい。まあ、あれか、文節でちょっと伸ばそうかね。本当は例えば3年前、私でも抜けば、それは姉が結婚、姉が年ですよ、ダメだね。で、年っていうのを詳しく説明してるので、今ちょっと説明間違ったね、ごめんごめん。年っていうのを詳しくした、ただの年ではなくて結婚した年と詳しく説明しているから、この結婚したも就職語になります。そして年っていうのは、またこれも物の名前に体言に入るので、この結婚したは連帯就職語となります。いいかな。なのでは今回こんな感じでね、ちょっと接続語、独立語に関してはポイントとかをね、やらずに問題で説明してしまったんですが、このまずこの主語と述語、就職語、接続語、独立語、この3つを、3つじゃない、5つをですね、こう区別で判断する問題はよく出てきます。なのでね、まあ、ちょっと今回は基礎的なものしか出てないですけど、まずここのルール、こうやって見分けるんだってところをね、覚えてもらって、
あとはみんなが持ってるこう問題集とか、まあ過去問ね、受験の過去問かわからないですけど、そういったところで問題を重ねていくことで、あのね、もうできるようになってもらえたらと思います。はい、最後、カミカミで失礼しました。では、今回は中学校国語、文節の働き丸さんをお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回もね、丸4まだ続きます。続くんですが、次は関係をやっていきます。で、関係っていうのは、前回、就職、非就職の関係、その前、手術の関係、主語、述語の関係だね。そういった関係をやったんですが、他にも関係がありますので、まあ、その辺をね、取り上げていきます。なので、もしよかったら、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。